解説していきます。 Hello everyone、 トークコーチをしていますメディアビーコンの内山です。今日はですね、 Ask の使い方をとにかくパート3、4の先読みの観点から解説していきたいと思います。トイックパート3、4というのはリスニングのパートなんですが、設問や選択肢は冊子に書いてありますよね。冊子に書いてある設問や選択肢を正しく読み取るというのがスコアアップにつながっていきます。今日はですね、そんな先読みを効果的に行う方法も踏まえて紹介していきたいと思います。音読とかでリスニング力は上がったなと思っているのにスコアが上がらないと悩んでいる方や、もう少しですね先読みの精度をアップさせたいと思っている方は必ず最後まで動画を見てください。それではトイック、アスクの使い方を紹介していきます。 Let's get started。 まずですね、先読みについて改めて確認していきたいと思います。先読みはですね、安定したスコアを確保するためにはとっても大事なスキルになってきます。音声が流れる前に設問や選択肢に目を通しておいて、どんな音声が来るのか予測をしておくということですね。中には先読みをしない方が音声に集中ができるという方もいるかもしれないんですが、そういう方はですね、内容にすごく左右されてしまうことがあるので、確実にスコアをアップさせたいという方はまずは設問だけでも先読みをやってみてください。最近の傾向として先読み頼りすぎてしまうと問題間違ってしまうなんていうこともあるんですね。例えば What does a woman say she will do tomorrow? というような設問があったとします。これをね、先に読んでどんなことが本文になれるのかっていうのを待ち構えるときにですね、 tomorrow に着目して待ち構えると思うんですね。ただね、最近の傾向としてはこの tomorrow に意識を向けすぎてしまうと正解を聞き逃してしまうということがあるんですね。どういうことかっていうと、例えば本文で I will do 何々 tomorrow といった場合、 tomorrow 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 って待っていて I will do のところまではそんなに着目をせずに tomorrow って聞いてはっとなった段階ではもう遅いんですよね。 I will do 何々の部分がヒントになるのに tomorrow まで気づかないっていう風になると正解が選べなくなってしまうんですね。そういった問題が少し増えているので、先読みに頼りすぎてもいけないんですが、明日やることとかっていう風に考えて聞いていてあげるとよりね、効果的な先読みができるようになります。こういったケースにね、惑わされないように普段から先読みの練習しっかりしておくということがおすすめになります。先読みで大事なこととしては、一度で正確に意味を読み取ることというのが大事です。こちらの一度でということなんですが、例えば先読みにかけられる時間が余ったから説明をね、何回も何回も読んで意識に定着させるっていうのは全然 OK なんですが、ここで説明を読んだ時に1回では理解できないから2回3回読むというのは NG ということですね。なのでできるだけパート3、4、説明選択肢はさっと読んで正確に意味を取ることっていうのが大事になってきます。でその中で今日はAskの使い方、意外とですね、皆さん間違えていたり意識をされていない方が多いので紹介していきます。Askの使い方というと、まずですね、設問で What does a woman までは一緒なんですよね。でその後 Ask the man to do と言ったり、 Ask for と言ったり、 AskAbout という風に駆動してですね、少しずつ意味が変わってくるんですね。皆さんこの3つの違いパッと出てきますか？まあ、なんとなくね、イメージが湧く方っていうのは多いと思うんですが、結局何が違うの？何が選択肢に並ぶの？と言われたらちょっと考えないといけないなと思うんじゃないでしょうか。まあ一番ですね、パート3では Ask the woman to do とかっていう風に Ask a to do がたくさん出てくるんですが、それ以外もですね結構出題されます。なのでこのね、 Ask の意味の違いっていうのをしっかり把握しておきましょう。ではですね、それぞれ説明していきたいと思います。まずは What does a woman ask the man to do？こちらは Ask A to do を使っていますね。 Ask A to do は A に何々することを頼むという意味になります。なので今回は女性が男性に頼んでいるということになりますね。パート3はよくね、男性女性とかがね入れ替わってよくわからなくなってしまうとかってことがあるので、ここもね注意ですね。なのでセリフの想定としては女性がですね、 Could you do 何々とか Please do 何々みたいな形で依頼をしている時に使われる説問になります。選択肢としては Contact the client、 顧客にね連絡を取るとか、あとは Reserve a meeting room、 会議室を予
予約をするというような形で、女性がね、男性にこれこれしてみたいな形で依頼をしていたら、こちらの正解になるということですね。続いては What does a woman ask for? になります。こちらは Ask for を使っていますね。 Ask for は何々を求めるという意味になります。だからね、女性が何々をくださいとかっていう風に言ってる場合は、こちらの設問の正解になりました。で、選択肢の例としては Ask for a discount coupon、ね、割引のクーポンとかアシスタンスをね、お手伝いを求めている場合というようなことが正解になります。で、 Ask A to do は動詞が選択肢になっていましたが、こちらは名詞、直接的に、ね、何かが必要っていうふうに求めているということになりますね。なので苦渋とかでも表せますし、 I need 何々とかっていうふうにですね、私は何かが必要だって言ってる場合もこちらの設問の正解になります。最後は What does the woman ask about になります。 Ask about の意味は何々について尋ねる、まあ、問い合わせをするとかっていうことですね。で、こちらはですね、選択肢が結構長めになるんですね。例えば、The result of a survey のアンケートとかの結果について頼めるっていうね、How is the result? みたいな形で聞いていたら、こちらが正解になりますよと。あとは、A return policy、何かのね、返品のポリシーについて尋ねていたりとかね。あとは、What time a technician arrives? こちらのようにですね、What とか How とか WH 疑問詞から始まる選択肢がこちらの設問に並ぶこともあります。こちらね、テクニシャンが何時に着くのかというのを尋ねているということですね。Ask about いろんな風に尋ねることができるので、What time って聞いてることもあるかもしれないし、Could you tell me about return policy? みたいな形で Yes の疑問文で聞くこともできます。Ask about の正解になるような文というのはいろんな種類がありますね。以上ですね、Ask の使い方についてでした。皆さんですね、実際に設問を先読みするときとか、選択肢と一緒にセットで見るときなんかは、スッと意味が入ってくることもあるかもしれないんですが、こういうですね、細かい違いっていうのを正しく正確に読み取ることからですね、パート3法のスコアアップにつながっていきます。さらに、パート7とかも設問選択肢ありますよね。こちらもしっかり理解すること、非常に大事になってきます。なので、こういった簡単な項目でも自分がしっかり理解をできているか、解説をきちんと読んで確認していくことが、スコアアップの一歩につながっていきます。そういったね、些細なことまで確認をして、細かい読み取りのね、精度をぐんとアップさせていってみてください。以上、Ask の使い方と先読みについてでした。それでは最後のまとめです。最後のまとめの前に、一つだけお知らせがございます。ビーコイングリッシュコーチングでは、公式 LINE にて、トイックのクラッチ情報をまとめた特典を配布中です。ぜひ、お友達登録お願いいたします。それでは最後のまとめです。今日はですね、先読みと Ask について話していきました。先読みはやっぱり、安定してスコアを取るためにはすごく大事です。ただ、先読みに頼りすぎてしまってもですね、最近の傾向としては、解けない問題も出てきてしまうので、要注意ですね。Ask、今日は3つの使い方、紹介していきました。まずは、AskA to do ですね。 A に何々することを頼むです。 Could you do 何々みたいな形で、まあ、何かね、動作を頼んでいるものはこちらになったりとか、あとは Ask for ですね、何々を求めるとか情報とかね、なんか助けを求めるっていう場合はこちらの質問になっていきます。最後はね、いろんな会話が想定される質問になったけどですが、何かを求める、何かについて尋ねている Ask about ですね、まあ、時間について尋ねていたりとかポリシーについて尋ねていたりするときはこちらの設問が登場してきています。こういった細かい読み取りをしっかり確認することが非常に大事になってくるので、ぜひ皆さんしっかり確認しておきましょう。ビーコイングリッシュコーチングでは公式欄にてトイックに関する情報を求めた特典を配布中です。ぜひ友達登録お願いいたします。またビーコイングリッシュチャンネルではトイックや英検や英会話などの英語学習に関する情報を発信していきます。今後も英語学習に関する情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。また高評価コメントいただけますと励みになりますので、よろしくお願いいたします。さらにトイックや英語に関する質問はコメント欄にて募集中です。最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。 Thank you for watching. I'll see you next time. Bye bye.